この時間はヴィファーレ長崎対ハートオブミドロシア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。ヴィファーレ長崎たシュート、セーフなセーブ。さあこぼれた、必死のクリアですよね。さあ今日の注目はやはりメッシですよね。彼の名ゴールは数あれど2015年ヨーロッパの舞台での準決勝ファーストレグ、あの時のゴールも素晴らしかったですよね。はい、ペナルティエリア前から左足を振り抜いたゴールですよね。はい、ゴール右隅に吸い込まれるようなシュートでしたよね。しかもその数分後には華麗なドリブルからのループシュート、相手が転倒してしまうほどの切れ味だったんですけれども、これぞメッシというプレーでしたよね。ちょっとあれは衝撃的なゴールです。あと抜けてくる、ディフェンスこれを読んでいた。ダイレクト、
狙っていきましたが、このシュートは枠の外。いや、思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。ペドリ、いい守備で奪う。一呼吸を置きます。シェフ、大きく前線へ。富安、ここはカットします。ペドリ、素早いパスで攻め上がっていきます。来たぞ。ハートオブミドロシアンはここクリアで難を逃れます。危ない、抜けてくる。ここからカウンター早いですよ。抜けた、勝負のシーン。シュートを狙いましたが、ボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。スペースを狙う。バーへのボール、ミドル。パワフルなシュートで狙ってきました。すごいキックでしたね。枠行けば1点でしたね。ソン・フンミンからメッシ。うわ、取らないですね。裏を狙う、インターセプト。ハートオブミドロシア、カウンターを仕掛けていきます。おっと、こぼれ球。グディ、ナチョ・フェルナンデス。ここは大きく縦に入れます。ガビ、おー、これいいでしょう。裏を狙っていきます。ペドリ、ここは一旦バックパス。ここまで両チームともチャンスはそれなりに作っているようには見えるんですが、未だスコアレスな展開。そうですね、ゴール前の攻防が多い、見応えのある展開ですよね。この後もお互い一歩も引かない激しいゲームになるんじゃないでしょうかね。さあ一気にカウンター。奪ってからイニャキ・ウィリアムズ、ピルロに渡る。ペドリ、ペドリから右へ。セカンドボール拾いたい。グティへ。この1対1マッチアップ面白いんですけどもね。ここは返す。このパスはキーパーへ。セルヒオ・カナレスがパスを出しましたが、意図が合いませんでした。チェフからリベリ、イニャキ・ウィリアムズへ。スペースを狙った。ここでマッチアップ。来た、これはシュート。ここはクリア、落ち着かせます。裏のスペースを狙う。リベリー、リベリー、ペドリ、これはいい守備です。大きなクリアでここはしのぎます。さあここでカウンター。ソン・フンミン、わずかに合いません。リベリ、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半ゴールネット裏シーンは見られませんでしたね。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていくかでしょうね。ビファーレン長崎対ハートオブミドロシアン、0対0のまま後半に入ります。
後半キックオフです。前半では得点シーンが見られませんでした。グバルディオールへ、このボール奪いに行きます。セルヒオ・カナレス、上がっていく右サイド、抜ければチャンス。これはキーパー、セカンド拾えるか。おっと、グティ、さあソン・フンミン、ビルロ、さあカウンターのチャンスになります。グティ、このボールはソン・フンミン、スペースを狙う。ガビ、ビルロ、裏を狙う。ビルロからムバッペ、シュート、デヘア。ハートオブミドロシアン、後半で試合が動きました。ゴー After 56 minutes is number 10 Kylian Mbappe。 1対0、先制しています。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね、と呼んでいたリベリ。長崎は現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか。時間的にも余裕があるので確実に追いつきたいところですよね。ここで大事なのは失点しないことですね。後半ですから離されると状況的に一気に厳しくなりますからね。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。メッシ、セルヒオ・カナレス、さあつながるか、シュートレンジです。ここは間合いを取る、裏へ出るか、このボールはナチョへ、長崎としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。さあ左へ預けて、裏へ届くか、わずかに合いませんでした。裏のスペースを狙う、これは合いません。さあ共に選手交代があるようです。これは読んでいました。コブマイナース、ディフェンス、これを読んでいた。さあカウンターを仕掛けます。ナチョフェルナンデス、ナチョフェルナンデスからソン・フンミン、ここで丁寧にコントロール、裏を狙っていきます。ここは繋がりません。スペースを狙うナチョ、いい展開ですね。ここもしっかりディフェンスしました。ボール入るか、ナチョフェルナンデス、攻撃面でも貢献のできる選手です。
キーパー前へ蹴り出します。長崎としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。ビエラ、ハートオブミドロシアンとしては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。チャルハノールへ、スペースに出す。あ、いい展開ですね。シュート、あー、長崎チャンスを迎えましたが同点にはならず。大きなチャンスでしたね。右サイドへ振ってムバッペのボール。いいですね、スペースを使う。いいボールだ。ハートオブミドロシアンはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。縦へのボール、ハートオブミドロシアン、カウンターを仕掛けます。ホープマイナーシスルーパスを出す、裏を狙う、旗が上がっています。オフサイドです。さあ左サイドへ上げる、中央へクリア。このピンチをなんとか出します。ハートオブミドロシアンはここクリアで難を逃れます。長崎としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。コープマイナース奪いに行きます。スルーパスを狙う、シュート、きた、追いついた長崎。ベリー、ここで笛です。1対1、両陣営よく戦いましたが決着つかず。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。この引き分けをどう捉えるかですよね。勝てなくて残念なのか、負けなくてよかったのか、いずれにせよ自分たちにとってプラスになるような受け止め方をしていくことでしょうね。そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。1対1の引き分けで試合を終えています。
この時間はビファーレン長崎対アーセナル、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。ビファーレン長崎対アーセナル、お互いのシステムの噛み合わせもありますし、どこを気をつけるべきかっていう部分が立ち上がりで見えてきますからね、はい、注目していきたいですよね。まずは序盤です。このパス回し、さあ今日の注目はやはりメッシですよね。彼の名ゴールは数あれど、2015年ヨーロッパの舞台での準決勝ファーストレグ、あのシュート、長崎先制、メッシさすがやってくれました。この男の初ゴール、今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。
さあ長崎、今日先制はこの早い時間でした。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいですよね。ファンダイク、このボールをカットします。これはチャンスだ。スコールズ、イニエスタ、奪いに行きます。奪います。ここでマッチアップ、メッシ、このマッチアップどうなる。デリフトからムバッペ、絶好の位置で受ける、来た、シュート、来た、追加点、長崎立て続けのゴール、決めてきました。ソン・フンミン、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、さすがの決定力ですよね。ボールを受けてからシュートまでイメージ通りって感じでしょうね。さすがハイレベルなプレーを見せてくれますよね。さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。さあ右へ預けて、メッシーからセルギオ・カナレス、インターセプトを狙う、フェレール、お、これいいですよ。抜けるか、ネイマールに渡る、ネイマール、さらに来る、長崎追加点、連続ゴール、一気に畳みかけます。これはディフェンダーにディフレクション、そのままゴールに吸い込まれました。ソン・フンミン、今日2点目のゴールです。さあ長崎、3点差までその差を広げた、シュート、決まった、追加点、長崎立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。イニエスタ、ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。いや、ボックス内で冷静なフィニッシュでしたね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。さあ長崎、現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。エデル・ミリトン、ここはすぐ奪い返します。ベリンガム、組み立て直します。ルーベン・ディエスから一気に前へ、ベルナルド・シウバ、仕掛けるか、出るか、ルーベン・ディエス、流れを止めます。どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応、シュート、来た、アーセナル、これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。さあアーセナル、チームとしての意地を見せます。ナチョ・フェルナンデス、攻撃面でも貢献のできる選手です。レバンドフスキからメッシー、マルディーニ、カットに行きます。セルギオ・カナレス、メッシ、マッチアップのシーン、スピードアップしたいでしょ。ここは柔らかいボール、
メッシからのスルーパスカットされます。イニエスタから右へ、イニエスタからセルヒオ・カナレス。さあソン・フンミン、ボールのどこのパスわずかに合いません。抜きに行きます。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。スペースを使う、これはどうだ。さあムバッペ、ここで前半の45分が終了しました。長崎着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。かなり一方的な前半になりましたね。ここまで点差が開くっていうのも珍しいんですけどもね。3点の差をつけて前半を終えます。しかし早い時間で1点返されるようなことがあればまだまだドラマも起こり得るでしょう。ビファーレン長崎対アーセナル、長崎が3点をリードして後半へと続きます。後半です。メッシからベリンガム、さあソン・フンミン、どうする、折り返します。これは直接キーパーへ。ここでマッチアップ。いやこの辺の攻防は非常に見応えありますよね。ソン・フンミンへ、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。このゲーム最初のコーナーキックになります。長崎頭できた、決まった、追加点、長崎容赦ない一発。ソン・フンミンディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。ソン・フンミン当然ハットトリックということになります。さあ長崎このゲームの主導権を完全に抑えています。これは奪い返します。ネイマールからソン・フンミン、このマッチアップどうなる。さあベリンガム、富安、カット、セカンド拾えるか、シュート、来た、追加点、長崎どこまで点差を広げるんでしょうか。いや今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃でしたよね。ソン・フンミン、これで今日4ゴールです。さあ長崎現在圧倒的な強さを見せています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。ドリブルで仕掛ける、危ない、ここにメッシュ、追加点、長崎さらに突き放します。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。メッシ
今日2点目です。シュート、いや追加点、長崎大量リード。ソン・フンミン、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、やっぱりこのレベルの選手になるとパスを引き出す動きとかフィニッシュの精度も高くてさすがですよね。いいゴールでした。ソン・フンミン、これがなんと今日5点目。いや止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。メッシ、シュート、おっとシュート、この試合セットプレーからゴールを決めています。いや上手いですからね、セットプレー。あー、ダメだ。クルトワからレバンドフスキ、フェイント、ネイマールからソン・フンミン、メッシへ、メッシー、いやー追加点、長崎、メッシー、これでハットトリック。この男の計り知れぬ実力。メッシーハットトリック。富安、このボールに触ります。ロドリ、ここはカットします。自分でシュート、長崎追加点、さらにさらに点差を離していきます。メッシ、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱりドリブルでの崩しはシンプルですけどゴールの確率は高まりますよね。まあそうは言っても簡単にできるプレーじゃないですよね。素晴らしいゴールでした。ソン・フンミン、こぼれた、今度はどうだ、クルトワ、これはよく止めました。決定機を阻止しました。長崎としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ヘディング、まあクリアが精一杯ですよね。ボールはネイマールへ、ここで丁寧にコントロール、さあナチョ、ここで丁寧にボールを扱う、裏を狙っていきます。これは旗が上がっています。ここで終了を告げる長い笛、1対1、長崎大量得点で勝利、完璧なゲームになりました。ソン・フンミン、今日は大量得点の大爆発、素晴らしい活躍を見せました。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。長崎としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。長崎が大差をつけ勝利しています。
本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はビファーレン長崎対バルセロナ、こちらをご覧いただきます。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中、今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。ビファーレン長崎対バルセロナ、サイドをご紹介しましょう。向かって左のエンドから攻めるのが長崎、画面右側がバルセロナ。さあ一人で持っていく、おっといいボールでしょ、イベリー。
ベリンガムから右へ、いいと変えますよ。ターン、ここは抑えました。いいボールだ。さあベンゼマ、オフサイドか。さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。デリフトですよね。ディフェンダーとしての強さとか足元のうまさというのはもちろんあるんですけども、やはりヘディングには注目したいですよね。競り合いの場面はもちろん、セットプレーでも彼の良さは生きてくると思いますけどもね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。さあリベリー、お、これいいですよ。これ仕掛けるか。コース空いた、シュート、セーフなセーブ、クリアです。デリフト、ここは読んでいました。素早いパスで攻め上がっていきます。フリーで受けた、インターセプト、これは合いません。裏のスペースを狙う、お、いい形じゃないですか。ファーサイド、キーパー直接処理しました。ソン・フンミンが受ける、ベリンガムから左へ、ベリンガムからムバッペ、メッシー、右サイドへ振って、さあ中央へ、ボールはクリア。ビエラから左サイド、さあメッシ、メッシヘディング、あ、頭で合わせてきました。タイミングよく飛び込んでいきましたよね。いいトライだったと思いますね。ハーランド、やはりこの高さは武器になります。ペレール、レジェンドに注目が集まる今日のゲームです。さあ左へ預けて、ここはつながりません。ベリンガスルーパス、勝負のシーン、さあ左サイドへ、インターセプトを狙う、ビエラ流れを止めます。サカ、このスルーパスは通りませんと、これはベースへ、スルーパスを出す、デイビス、さあセルヒオカナレスと呼んでいた、シュート、ジェレミードク、ハーランド、サイドを縦に走らせます。いいボール入りますよ。サイドへの展開でしたが、これは合いません。レースにいいボール出たんですけどね。ベリンガム、ボールはリベリー、ここはかわせません。ビエラ、ベリンガムから左へ、グバルディオールへ、裏を狙っていきます。クラッシュの切り替えも早いですよ。ベンゼマへ、シュート、よく止めた、こぼれます、奪い返します、ジェレミードク、ボールのこのパス、さあ右へ預けて、なかなか繋がらないですよね。セルヒオカナレス、さあリベリー仕掛けるか、折り返す、ライカール、あ、
レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね。この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、また違った展開になるでしょうね。ビファーレン長崎対バルセロナ、0対0のまま折り返します。さあ後半スタートです。長崎としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。長崎としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。したいですよ。ここはメッシからのロングフィード、これはオフサイドです。長崎がこのハーフタイムでメンバーを変えてきたようです。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたね。監督が前半を踏まえてこの後半どういう戦い方をするのか見ていきたいですよね。坂井、さあメッシ、スルーパス、メッシからソン・フンミン、ディフェンスこれを読んでいた。ムバッペ、セルヒオ・カナレス、ゴレツカ、ゴレツカから右サイド、ゴレツカからジェレミ・ドク、このマッチアップどうなる。主審流します。スルーパスを狙う、抜けた、ハーランド、ハマル押し込んでくる、決まった、先制バルセロナ。ようやく均衡を破りますバルセロナ。ソン・フンミン、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。バルセロナ先制ゴールが決まりました。1対0。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。このボールには届きませんでした。ハーランド、ハーランド左サイド上がってきます。ここにメッシ、クロス入れてくる、クリアです。さあつながるか、この位置で受ける、さあ右へ預けて、これは合いません。奪われると危険な位置、坂井、ここでのパスは危ない。さあ打てるか、ムバッペ、同点、長崎。いやー、これは北澤さん、いやー、この点決められた後相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。長崎ここで追いつきました。失点した後なんですけどもね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね、はい、チームの強さを見せましたよね。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。いや、いくらか両チームとも前半よりディフェンスが甘くなっている印象ですよね。最終ラインの攻撃をもう一度した方がいいと思いますけどね。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。
メッシからのパスはディフェンスが対応。レフリー笛は吹きません。デリフト上げる、ファンダイク、このボールに触ります。バルセロナ、先ほどから見ていて前線の選手の北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくヘディング、長崎、いやー勝ち越せ、ゲームをひっくり返します。クロスを頭で流し込んだ。いやシュートもうまかったんですけど、あのクロスですよね、鋭い弾道でしたよね。さあ、ともに選手交代があるようです。さあ、長崎1点をリードしてリスタート。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。イエローカードが出ました。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。右へ、ムバッペからジェレミドッグ、これは相手選手にリフレクション、コーナーになります。長崎は2本目のコーナー。バルセロナ、アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。インターセプト、ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。さあ、こぼれた、取らないですね。いい攻撃の形は作れてますよね。そんなの終わるわけにもいかないですからね。危ないシーンでしたが、ここはしっかりクリア。デイビス、長崎としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、試合終了のホイッスルはまだかという気持ちでしょうね。しっかり締めたいですね。ここはつながりません。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。ビルフォーデンへ、裏へ出るか、ワイドに展開します。いいボールですね、カウンターですよ。対応します。ビエラ、時間かけずに攻めたいですよね。これは合いません。どう、この距離から狙う、ここで笛です。2対1、長崎逆転の試合に決着をつけました、勝利です。ムバッペ、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。どこでね、勝負がつくか分からないぐらいでしたからね。なるほど。長崎としてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況からひっくり返すことができるわけですからね。大きな一勝になったんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。
本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が見事逆転勝利。WHA-